あー、なんか後ろ来たーってお母さんじゃ。これは魔女じゃないけん、そんなに驚くことないんかって丸がれーて。丸がれーてやんや。よう見たら丸がれーてって字幕書いとるわ。いや、魔女じゃない。え？丸がれーてこんなに成長したんじゃ。生まれた時は可愛いって思ってたのね。あなたのことも、私のことも。意外だな。マリアが、母さんがこんな風に俺たちのことを書き残していたなんて。やっぱお母さんなんじゃ。お母さん若い年で亡くなったんやな。でも、あなたは出来損ないだった。生まれた時からミルクやチョコレート、甘いものにしか口にしなかった。ハンスもなんか偏った食事する病気だったんか。人を殺すのはかわいそうだと、いつも泣いてママを止めようとしていた。ママー ママー 息子に止められるって、それは、すっごいやばいことですよ、ママ。お前さんは母によく似ていた。動物を殺し、人を殺し、物心つく頃には喜んで人の肉を食っていた。母さんに似てないのはその黒い髪だけだった。お母さんは金髪とかそういうんだったんかな。変色が治らないあなたに、ママは痺れを切らして、あなたを鳥籠に閉じ込め、無理やり人肉を食べさせた。DV でないが、どういう関係しとんだの、お前ら。何があったん、マリアお母さん。よっぽど美味しかったのね。美味しかったんかい。ハンスもハンスでないがだ。ハンスってば、3日3晩うなされて、ようやく意識を取り戻したら、人の顔がわからなくなってたんだから。お前らのせいか。ハンスが人の顔を判別できんようになったのはお前らのせいかよ。人を食べるのはかわいそう。でも、人の肉が美味しかった。それなら、相手が誰か分からなければ、抵抗がなくなるかもしれないのものね。ああ、そういう問題なんやろうか。違う。ハンスを鳥囲いに押し込めて7日目。結局、ママはあなたに愛想を尽かして、あなたを食べようとした。だが、お前はそれを許さなかった。だって、ハンスを食べるのは私だもの。何お前ら、何お前ら親子でハンス争奪戦しようなだ。そんな強く、ハンスは高級食者でなぞお前。低級でもダメやけどな。お前はお母さんをかまどで突き飛ばした。お母さん死んだん。こいつのせいなん、マルガレーテのせいなん。だって私はグレーテルだもの。そういう問題じゃないからな。マルガレーテ。ハンス、もうどこにも行かないでね。ずっと待ってたのよ、ハンス。本当にお前は、母さんそっくりだな。いいえ。え？母さんはただの病気だった。でも、私は違う。本物の魔女になったんだもの。母さんは出来損の代理人だから、私に殺されてしまったけれど、私は誰にも殺されない。わあ、子供丸がれーてか3人も。お前ら、お前何、お前自分の小さい頃をさ、兵士として扱いようなだ。人はおもちゃじゃないんだぞ、お前。食べ物でもないんだぞ。さあ、ハンス、遊びましょう。私を捕まえたらハンスの勝ちよ。お前、ゲーム好きやな。何お前、人をゲームの駒みたいに扱っとんだ、この野郎。ゲームが楽しければ自分の子供時代をゲームの駒に使ってもいいのか。私が勝ったらあなたを食べるからね。あははは。嫌だと言っても聞かないんだろう。いつまで経っても手のかかる妹だ。かかりすぎや。ゲームが始まった。この雰囲気からしたら、これクリアしたら多分、あとは終わるだけや。マルガレートを潰す必要があるかもしれん。ルール説明。武器を探し出して入手し、マルガレーテの原因を殲滅してください。さらっとグロいこと言おる。武器を入手した状態で幻影に触れると、幻影を消去することができます。武器探す、幻影に触れる、潰すってことか。
なんかどんどんこのゲームグローなってきよんな。武器探せってか。くそ、戦うしかない。ああちああ痛くなり痛くない。てかお前らまだおったん、まだこんなに数おったん。絵本を丸刈りていつも楽しそうに嬉しそうに読んでいた。そんなんアップルパイ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 。甘いものばかり、甘い料理ばかりのやつは帰りを待って用意されたんだろう。はい、そうなん。優しいところもあるんやろうけど、やるんやろうけどって多いな、お前ら。丸刈りて好きだった。どこにある武器。ピアノのそばとかないん。人間だったからに他ならないんはピアノに憧れていたからか。きちんと片付けないとお母さんはひどく怒る。そりゃしつけってやつじゃ。それはわかる。ないん、どっか武器ないん、牢屋がある。なんかこれまでのステージ、これまでのいろんなステージを組み合わせたような、つなぎ合わせたようなステージになってる。あ、あった。あれ、武器やるんちゃうか。なんかあったで、ある。あー、敵が多いな。あー、敵が多いって。敵多いって。ちょっと、敵多いって。あー、どこ行ってもこいつがおる。あー、敵多いよ。敵多いよ。どこ行っても。おるんやけど丸刈りって子供ばあちゃん、しかもナイフ持っとるやよ、見たら。あー、ナイフ、あ、俺もそれ欲しい、俺もそれ欲しい。てかどこ、魔女おる。魔女今おった、魔女今おった。なんかさらっとお前もゲームに参加しとんかよ。そんなことして楽しいか。俺は不愉快だよ。どこなん、さっきあったん。あん、どうにかして右側に行かんかったら勝機はないぞこれ。よっしゃ。ピアノってことは近くに似たようなもんがループするんだったら似たようなもんがあるはずなんや。ってことは近く遠いよったらどっかにナイフとか武器、ほら左上にある。あれをどうにかして取れるところまで移動しなあかんな。開いてくれ。あかんの。じゃあ何、じゃあなんだよ、じゃあなんだよ。あ、取れんよな、こっからじゃ取れんよな。中に入って取ろうと思ったのに取れんよな。どうしましょう、どうしましょう、どうしましょうったらどうしましょう。やばいやばいって。あっ、 HP はとりあえずよけるよけ、 HP はあるんやけど、ちょっと、やばいぞこれ。ほんとどこなんこれ。あー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 、怖い、このゲーム怖いわ。このゲーム怖いわ。ゲームオーバー。今回は、そういう、なんか、まあ、ゲームオーバー直前のイベントとかなかったパターンだった。やばいぞ。第7章、ベズリとか、どんどん苦労になっていくよね、このゲーム。あーん。どうしよう。あ、魔女。魔女。あー、ちょっと、お前、魔女追いかけてた段階ありそうな気がする。行こう。魔女、ちょっと待ってくれとったんちゃう。一瞬に距離縮まったけど。あーやばい、魔女のところよ。うまい、いけんぞ。あーあー、取り抜けてん。大ダメージ。このゲームつらいよ、このゲームつらいよ。グロいよ。やばい、敵が多すぎる。敵が多すぎて魔女どこ行ったかわからん。どうすればいいんやこれ、どうすればいいんやこれ。武器はないんか、武器は。本当に武器どこにあるんや、全然わからん。だってあのね、牢屋入ってあの武器取れんのかって、そういう思いやけど。てか魔女どこ行ったん。魔女何にお前先生離脱しとんなんだお前だけ、ずるいぞ。あ、ちょっとチラッと見えた？チラッと見えた？違った。これも子供だ。あ、おった、おった、おった。逃げろ、逃げるなじゃ。逃げろじゃないわ。逃げるなじゃ。どこ？おった、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 おった。あーあー、あー、ちくしょう。ちくしょう。ちくしょう。どこ？あー、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばい。やばいやばい。やばい。ギリギリや。ギリギリの戦いしょるわ。あ、そこだ、そこずるい、そこずるい、そこずるいやん。通り、遠回りしてこっち側から逃げてくるか。
どこ？どこ行ったあいつ。あー、おい。どこ？どっか行ったで。あ、おったおったおった。おった。おい、あー、お前ら多すぎだよ、お前ら。お前ら多すぎだろ。あー。どうにかして追いつかなあかん。あー。焦るやん、焦るやん、焦るやん。あ、あー、あかん、あかん、あかん。あかん、あかん。やつの反応速度を超えろ。やつの反応速度、これまでの反応速度を超えろ。やばい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 、全然追いつかん、全然追いつかんぞ。あーん、やばいやばい、あーっす、あーっす、あーやばいやばい、やばい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 、これやばいって、全然追いつかんで。どこ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 行ったん。逃げんといて、逃げんといて、逃げんといて。俺斜め移動できるんで、斜め移動したら若干ショットカットになるか。あーあー、よけた。あーちあーちあーちょっと、いつまで経ったら追いつくんや。いつまで経ったら追いつ、むちゃくちゃだ。すいませんすいません、難しすぎるんで攻略見てきましたわ。これ連打したら飽きらしい。前にもこんなことあったな。あーちょっとお前それはあかんのじゃん。出待ちっていうのはちょっとさ、ファンとしてどうかと思うよ。ファンか知らんけどさ。でここで確か武器があるんじゃって、斧か。笑顔、光を放っている。来た、この光に導かれ俺は戦う。お前らよくもやってくれたな。お前ら、お前ら、こら、どうや、お前ら、出てこいや、出てこいや、お前ら、復讐だろ、こら。さっきまではよくやってくれやがったな、俺を2回もゲームオーバーにしやがって、散々追い回してくれやがって、探すぞ、お前ら、俺が力を持たたたん逃げてんじゃねえぞ、こら。おら、待て、こら。よっしゃー。ひどっ、このゲーム。もう、実況者の人格出るんちゃうこれ。あかんぞ俺。私のことはあっせり殺すのね、ハンス。マルガレーテ、お前を脅かすつもりはない。だが今の俺にはそれ以外の方法がないような気もしているんだ。頼む、俺にお前を殺さないでくれ。無理よ、きっと。私を止めようと思っているならきっと他に方法はないわ。え、まだ変なところ、ベッドか、これマルガレーテ、なんだ、長貴族とかであるテーブルやん、こんなん、なん料理用意してくれとる。銀の黒潮を置かれている。料理が用意されているようだ。お、なんかお前物で釣ろうと思ったのもダメやぞ、お前。お前な、これまでのことを償っても償いきれんのぞ、お前。食べましょう、ハウス。きっと気に入るわ。まあ、用意してくれとんだったら食うけどさ。なんなんこの料理。あ、セーブしとったらよかったかもしれん。いやー、この子前に見たことある。この子前に見たことあるんやけど。って、あれ待てよ。これもしかしてベルじゃないん？ベルではないんか。人の首。てかこれなんかすごい二足歩行で追いかけてきた女の子を思い出すんやけど、この子かな、もしかして。栗色の髪って、え、ちょっと待って、栗色の髪ってベル、え、ベルでない。栗色の髪、雪のように白い肌、まぶたが閉じていて、瞳の色は見えないが、その髪型には見覚えがある。ベルか？ベル、助けられなかった。マルガレーテを止めることができなかった。どう？気に入った？気に入るか、ボケ。ナイフを用意してあるでしょ。好きなとこから切り取って食べるといいわ。生でも皮は美味しいのよ、ハンス。すまない。どうしたの、ハウス。10日間もお前を一人にした。考えてみれば、
母さんが死んで20年、俺は一日であってお前を一人にしたことはなかった。孤独と恐怖が7日目に呪いを生む。お前はそれを知っていたのに、お前を一人にしてしまった。お前を魔女にしたのは俺の過失だ。何を言っているの？意味がわからないわ。あー、反省。あ、反省。決着をつけた。マルガレーテ。20年前のあの日、俺を焼くためにかまどで火を焚く母さんの背中を見ながら、それでも、俺はまだ愛されたいと願っていた。いつか俺を食べたいなどとのたまうような妹でも、俺にとってはたった一人の妹だった。家族のことを思っとったのにって感じやな。俺が生まれなければよかった。俺がいなければ母さんは娘に殺されることはなかった。俺がいなければマルガレーテが母親を殺すこともなかった。すべて俺のせいだったんだ。すまない、ベル。ハウス？それはやめとけ。いやー、バッドエンドじゃねえか。というわけで、ベルとお菓子の家最終回、お疲れ様でした。しかし皆さん、こんな悲劇のエンディングは嫌でしょう。というわけで、皆さんの意見はどうでもいい。俺が2週目やりたいんで、2週目やっていきたいと思います。この前てか、だいぶ前、アリスメアを2週目 やりますとか、ちょっと間を空けてやりますとか言ってやってませんが、アリスメアは多分やらないかもしれません。しかしベルトお菓子の家、これは2週目やっていきたいと思います。グロいゲームですが、ちょっと俺がフリーゲームの中でも、まあようやく内容をうまく理解できるようなゲームだった。こんなグロいゲームの時に限ってそんな理解できんでもいいような気がするけど、よくグロいながらなんか考えながらプレイできて楽しかったね。だから俺2週目で本当のハッピー、多分エンディングもう一つあるんやけど、そっちを達成したら多分ベル助けられるし、もしかしたらマルガレーテやって殺さずに済むし、ハンス自身も自ら命を絶つこともなかっただろうしって思うんですよ。というわけで俺2周目やります。ただアリスメアの時みたいに1周目この動画アップして完結させて、間を空けてから2周目っていうスタイルとります。その間に1本だけ別のフリーゲーム入れるかな。というわけでよろしくお願いします。ベルトお菓子の家、グロいゲームだったんで、そういうのが嫌なゲーム人にとってはちょっと見がたい動画だったかもしれませんが、ストーリーがすごかった。というわけで今回はこの辺で、最終回2週目まで週上げ。あ、そうだそうだ、最後に言っておきますと、2週目はバリバリ攻略サイト見ながらやるんで、そこはよろしく。というわけで週上げ。やっとが終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那健介の動画を見よう。刹那健介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちゲー。